どうも、今日はね、愛国心がある僕が、ちょっと天皇陛下にちょっとね、ちょっと歌を送りたいと思います。陛下にちょっと歌を送りたいと思います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、天皇陛下様、ハッピーバースデートゥーユー、ウーフーですよね、天皇陛下誕生日おめでとうございます。はい。まあね、今年は天皇陛下が80歳になられたということで、本当に、嬉しい限りですね、日本国民として。いや、天皇陛下がいなかったら、やっぱり日本っていう国はなかったし、本当に、この日本っていう文化も存在しなかったと思うんで、やっぱり。天皇陛下がいたら、この日本の、この、なんか、風潮、流れ、伝統と文化があるわけで、やっぱり、そう、やっぱ、天皇陛下がいたから、まあ、こういう風潮があるわけで、本当に。そうだからね、まあ、感謝しないといけないなって僕は思うわけですよ、本当に陛下に対してね。そう。そういうことだよ、本当に。本当にめでたい。ね、80歳、誕生日おめでとうございます。すいません。まあ僕みたいな方、なんか、愚民が、天皇陛下の名前を口にすることもおこがましいんですが、本当に、まあ誕生日は本当めでたいってことで、おめでとうございます。まあ、さて、まあ天皇陛下の、がね、本当、あれ、最近で言うとなんか水俣病患者に対してね、がすごい辛い思いしてるってことに対して心が痛むってことをおっしゃられたじゃないですか。僕はそれについてすごい思うんですよ。やっぱりね、陛下たるものを、やっぱ心がすごいでかいと思う。ね、本当に。普通の人間は自分のことで精一杯だけど、陛下ぐらいの大きな人間になると、正直、もう本当に、もう我々のね、一般庶民のことまで、ちょっと、なんか本当ね、もう、なんていうかな、心配していただき、本当にありがとうございます、本当に。まあ、それはすごい痛かった。もう僕たちみたいなね、もう一般市民、愚民どもを本当ね、心配していただき誠にありがとうございます、本当に。もう本当ありがとうございます。感謝の限りですね。はい。僕も天皇陛下が生きてる限りね、僕も頑張って生きるので、本当によろしくお願いします。